はい、どうも皆さん、こんにちは、ゆずこです。それでは今回なんですけども、広告音ペイが Apple Pay に頼えということで、今回は広告音ペイに関する情報ですね。この動画では広告音ペイについての新サービスとキャンペーンについてお伝えします。普段からですね、広告音、そして iPhone を利用されている方は必見の情報ですね。あと、動画の最後のおまけで Amazon ギフト券がもらえるキャンペーンもありますので、ぜひ参考にしていただければなと思います。それでは って,みうってことでね、こちらが高校音符。まあ、使われてる方も結構いらっしゃると思うんですけども、こちらの高校音符がなんと Apple Pay に対応したということで、先日発表がありました。で、実際にちょっと発表されたプレスリリースをちょっと見ていきましょう。コカ・コーラ公式アプリ、高校のキャッシュレス決済サービス、高校音符に Apple Pay が8月10日火曜日より対応開始ということと、8月25日水曜日からアップクリップの対応も開始ということで発表されました。 で今回の発表で、この高校オンペが Apple Pay に対応したことによって、Apple Pay を始めるお得な2週間、Apple Pay で1本買うともう1本もらえるキャンペーンというのが 8月16日月曜日から8月29日まで開催されます。今はですね、8月の12日なので、まだスタートしてないんですけども、この期間にですね、高校音符の Apple Pay で決済したら、もう一本もらえるということでございます。まあ、ちょっとね、高校音符の Apple Pay っていう、知らない人からすれば、どんなことやっていうふうに思うかもしれないんですけども、まあ、後ほどね、僕の画面もちょっと解説をしたいと思います。で、さらにちょっと追加情報なんですけども、8月25日水曜日から、このアップクリップにも対応開始して、 しますと、まあ、僕自身ですね、アップクリップっていうのはちょっと初めて聞いたんですけども、ここにも出てる通りですね。アップクリップとは、アプリをダウンロードしなくても、アプリの一部の機能が使える iOS の機能ですということで、え、そんなのあったっけということで、アップルのね、公式のページを見てもちゃんとあります。iPhone でアップクリップを使用するということで、こういったマークがあるとこであれば、そのアップクリップが使えると。で、このアップクリップコードには、10、iOS14.3 以降が必要ですということでございます。 なのでその内容を踏まえた上でこのアップクリップですね高校アプリをインストールしていないお客様でも iPhone を使って Apple Pay での自販機の決済や一本購入につきの ンのスタンプをななんとととと獲得すすするるここがでできるよううになりままいいございますちょっとこれ面白そうですよね。なんかとりあえず使ってみたいです。アップクリップは自動販売機に貼り付けされているアップクリップコードをカメラで読み取る、もしくはかざすだけで利用ができて、全国38万台の高校の対応自販機で順次利用可能になりますと面白そうですね。自動販売機チャンネルでの製品購入における決済サービスの選択枠をさらに広げることで、高校のお得なサービスの提供機会 拡を拡大していいいきまますすととうことでございます、まあ、実際にちょっとね画像もちょらっと出てますね先ほどアップルの公式ページに出てたようなこういったカメラでねかざしてすぐに使うことができたりと。 で、先ほどもお伝えしたようにアプリのインストールなくても使えますよっていう感じなので、なのでね、まあそれ踏まえた上でも結構便利そうですよね。とりあえず使ってみたい。で、今回は iOS の機能なんで、Android 端末では使えないと。で、設置場所に関しては、c o のアプリで確認できるみたいですね。まあ先ほどお伝えした Apple Pay で1本買うと1本もらえるキャンペーンなんですけども、このキャンペーンは毎週1本購入につき、コカ・コーラ社製品1本と無料で交換できる c o ドリンクチケットを1枚プレゼントと、毎週お一人1枚キャンペーン期間中枚プレゼントと、 1枚まで獲得できるということでございますので、まあ、この期間中にね100円以上の、まあ、商品を見つけて購入すれば、まあ、1枚ゲットできるのでぜひ参加されてみてくださいコークオンペイにアプリペイの設定方法なんですけどもめちゃくちゃ簡単でございますこちらねすでに僕はコークオペイのアプリインストールした状態なんですけども左上の3本線のところで,ですねタップしていただくとこういったメニュー画面が出てきますで、その中でここのお支払い設定というところがあるのでここをタップすると、まあ、ご覧のような、まあ、画面が出てくるんです 今現在ね、僕が設定しているスマホ決済が連携している状態なんですけども、この一番下にですね、今回、Apple Pay が追加されてます。まだね、追加されてない方は、アプリのアップデートとかを App Store で行ってください。そしたらですね、これをタップしたら、お支払い方法に設定と出てくるので、これをタップしたら、お支払い方法に設定しますかということで、設定するをタップしたら、これでですね、支払い設定をしましたということで、これで設定された状態になります。ここでね、赤いチェックが入ってるので、まあ、実際に高校の自販機で決済するときは、 プペで、決済されるといその中でですね、一つ注意点があるんですけども、まあ、ページ内にですね、Apple Pay 対応カードブランドということで、一応ですね、Visa Master j c b Amex、まあ基本的にはまあ対応していることが多いと。ですけども、一部の Visa カードにおいては Apple Pay に対応してないものもありますと。Apple Pay に対応しているカードやデバイスについての詳しくは、銀行またはカード発行元にお問い合わせくださいというふうに出てはいるんですけども、今現在僕がですね、使っている Apple Pay のカードを全部使い 出るのかということで、まあ実際にですね、高校の自販機に行ってきまして確認をしてきました。で、高校の自販機に近づいたらですね、いつも通り接続するをタップして取得してますと出るので、そのまま画面を進んで、まあ、とりあえず何かしらの商品を一つ選択して、ここにも小さくと Apple Pay と出てますね。で、これで上にですね、スワイプをすると、まあ、支払い方法の画面が出てくるんですけども、その中で今僕は6 g メルペ、イセゾンパール、アメックス、ビザラインペ、V ポイントアプリみんなの 銀行、トヨタウォレット、三井住友ナンバーレイ、そして T マネーという感じで Apple Pay に設定しているんですけども、ちょっとこのね、画面の下の方を見ていただきたいんですが、僕あの JQ エポスゴールドカードっていうのを持ってるんですけども、まあ、これはですね、高校の Apple Pay では決済できないみたいですね。で、あとはもちろんね、パスモと、そして Suica も使えないみたいなので、ご自身のカードが、まあ、高校音ペイに対応してるかどうかっていうのを、こういったね、決済するときの画面で確認できると思いますので、まあ、ちょっとね、これは自身で確認をしてみてください。 ということで、今お伝えした高コンペイ、アップルペイ対応記念のキャンペーンについてのまとめです。まあ、特典の内容としたら先ほどお伝えしたように、アップルペイで1本購入でもう1本もらえるキャンペーンということで、キャンペーンの期間は8月の16日からでございますので、ここ間違えないようにしてください。この動画をアップしているのは8月12日ですので、まだスタートしてませんので気をつけましょう。で、条件は高コンのアップルペイ。高コンペイのアップルペイで100円以上の購入をすること。これが条件と。で、条件をクリアすることによって、ドリンクチケットが最大に2枚、 もらうことができます週にね、1本購入して、それで1つと、それがかける2ということでございます。で、補足なんですけども、8月25日水曜日からはアップクリップに対応すると。 アプリのインストールなしでアップルペイで購入ができますということでございます。楽しみですね。まあそんなコーナーで今回は高校ンペイがアップルペイに対応したことによってのキャンペーンとそしてアップクリップについて簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました。まあ今回ね、この高校音ペイの、まあ、キャンペーンもそうなんですけどもとりあえずそのアップクリップってちょっとこれで名前合ってるのかどうかわかんないんですけどもこれはちょっと実際にちょっと使ってみたいですね。だいたいね、こういうキャッシュレスとかこういったものを発信してるとまず体験してみたい経験してみたいっていうのがね出てくるのでまた8月末までねちょっと これも楽しみに待ってみたいなというふうに思っております。で、今回お伝えさせていただいたキャンペーンのリンク、そして広告音符がですね、まだインストールまだの方いらっしゃいましたら、こちらもインストールリンクも貼っておきますんで、詳細気になる方いらっしゃったら見ていただければなと思います。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。 ま、先ほどね、動画のタイトルの中で Amazon ギフト券がもらえるキャンペーンということで、もうちらっとお伝えしたと思うんですが、それがですね、こちらの TikTok っていうアプリご存知ですかね。ま、今日結構 Twitter 上ですごい話題になってたんですけども、今現在ですね、この TikTok をインストールしたら Amazon ギフト券がもらえるっていうキャンペーンが開催されておりまして、こちらね、全然僕更新してないんですけども、TikTok のアカウントなんですが、この TikTok のですね、キャンペーンが最大3000円分を獲得、お友達を招待してゲット a m a z o n ギフト券と交換できるという キャンペーンでございましてキャンペーンの流れなんですけどもこのステップ1、2、3と出ていまして招待リンクを Twitter とか、まあ、SNS で友達に共有するとで友達があなたの招待リンクを使って TikTok をダウンロードするとそしたら友達があなたの招待コードを入力するとあなたと友達の両方に報酬を得られますということでその商品の内容として TikTok を使ってないお友達を招待して豪華商品をゲットということで招待された方が招待コードを入力したその場合は500円分の Amazon ギフト券をゲットすることができます で、招待されたボーナスに関したら、お友達がコードを入力した後に7日以内に獲得できますということでございます。なので、TikTok をすでに始められている方はですね、ご友人ご家族とかに紹介して、まあ、Amazon ギフト券ゲットするのもいいと思いますし、まだインストールされてない方いらっしゃったらですね、今ここにも出ている僕の招待コードで良ければですね、使っていただくと嬉しいです。AB7611827 ということで、こちらもですね、概要欄に貼っておきますんで、まあ、このキャンペーンいつまで続くかわかんないんですけども、まだね、TikTok インストール されてない方はですね、ぜひチェックしていただければなと思います。ということで、ありがとうございました。